地に戻りの魔法学校生活を、元恋人とプロローグから、星に。主人公は魔法学園卒業間際の JK っぽい感じの人族。その主人公には金髪イケメンその恋人がいて二人は幸せなキスをして終了するほどの感じを前半で説明して、卒業式になぜか恋人と一緒にガメをべらしてしまう。そこから7歳に戻って強くてニューゲームを始めて、N 年後に魔法学園に入学して自分の一度目の恋人に話しかけたらその恋人は強くてニューゲームじゃなかったので、好感度ゼロからやり直すというメス版と決めも。この漫画のわかりにくい部分はシナリオに一切描かれていないが、多分一度目のルートと強くてニューゲームのルートは違うルートを歩んでいたんじゃないか?という部分。というのも一度目で好感度がマックスだったんだけど、それってお前らどこでどう知り合ってときメモを攻略していたのぜって話で、さらには、なぜ二度目でも同じルートを進まなかったのかの説明が一切なく、7歳から強くてニューゲームを始めるって設定も、いきなり5年後とかってキングクリムゾンするし、それなら初めから12歳から始めればいいのぜ。という感じで前半の説明が一切ない、これぞナロー系って感じのシナリオ。絵柄がクソ丁寧で綺麗であり、シナリオ的には金髪イケメソの好感度を上げる、と金髪イケメソを突然の死から救うというのがメインクエスト。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録よろしくお願いします。